はい、皆さんこんにちは。チャンネルあやかんぼへようこそ。ハワイでチップを払わなかった時の話をします。本当にごめんなさい、あの時のお姉さん本当にごめんなさい。ほら、日本に住んでるとさ、チップ払うのって感じじゃん。今ほら、ウーバーイーツか頼んだらチップ遅れたりするでしょ。あれもう多分そんな率ないんだよ。もともとウーバーイーツやってたんだけど、その時もチップもらえる率はそんなに高くなくて、10件やったらそのうちの 2,3 件かな。しかもそのチップの割合も海外ほど良くなくて、何十円とか、まあ、たまにすごいいい人もいるけど、その割合と少ないのね。それぐらいチップ文化は日本にはなくて、まあお布施みたいな、なんかなんていうの、大きなイベントごとっていうの、お坊さんにこうとかね、結婚式の時にこうみたいなのはあると思うんだけど、その日常的にレストランでとかないじゃんか。で、そもそもそのチップの重要性を分かってないと、この話がちょっとなかなか通じないかなとは思うんですけど、とりあえず、まあ、チップがある国ではチップ払うのが当たり前、チップありきの、まあ、サービスみたいな感じだと思うので、そういう認識のもとで聞いていただければと思うんですけど、あえて払わなかったんじゃなくて、自分のミスにより払えなかったっていう事件なんですけど、これは多分国によって対応が変わってくると思いますし、そのお店のスタンスとか従業員さんのその反応とかも変わってくると思うんですけど、私はまあハワイで払わなかったんですね。もう最低だと思うんですけど。で、なんで払わなかったかと、あとどんな反応だったかって話なんだけど、まずなんで払わなかったのかはすごく細かい話になっちゃうんだけど、私が泊まったホテルの朝食が全てフリーだったわけよ、うん、で食べ放題とかそのホテルのビュッフェとかそういうことじゃなくて、そのホテルに入っているなんていうレストランだったかな、テキテキ違うね、なんかすごく有名な、ハワイでも有名な、ハワイアン料理が食べれるかなの、まあ、お店が入っているホテルに宿泊してて、そのホテルに宿泊した人の特典で朝食はタダですと。で、まあ、そのタダじゃないメニューもある、追加で払ったら食べれるメニューもあるけど、基本メニューは好きなように選んでフリーだよっていう、まあ、旅行パックみたいなので行ったわけですよ。だから毎朝行ったら、まあ、一応カード持っていくんだけど、カードとお金は持っていくんだけど、でもまあほぼ大体自分たちが頼むやつ、やっぱどうせフリーだったらフリーのもの頼むじゃん。なんか基本フリーのものを頼んで、でまあ飽きたなとかちょっと冒険したいなっていう日は、ちょっとそのフリーじゃないメニューも頼んだりして、多少お金払って、で、カードで払うから、その中にチップ書いてね、渡してたから全然大丈夫だったわけですよ。そして最終日、はい、最終日の朝、最後、お世話になったホテルでフリー の, 朝食をやっぱり食べよう。しかもめっちゃ美味しいのよ、そこ。名前忘れたんだけど、思い出したら書いてきます。はい、有名なんだけどね、そのホテル の, そのレストランで、まあ、食べます。あ、美味しいなと。もうこれで食べれるのも最後か、日本にもこの店多分ないからね、あ、またここに来ないと食べれないよねみたいな、なんて話をしていたわけですよ。なんか白飛びしてんな。でさあ、帰ろうかってなって、今日頼んだやつも全部フリーなわけですよ。だから払わなくていいの。もうセンキューって言っていつも終わってて、お店の人もホテルの宿泊者はタダっていうのは分かってるから、全然普通なわけですよ。そのまま席立ってもう帰っていくだけなんだけど、ちょっと待ってと。よく考えたら、いつも最後にフリーだから、チップだけ置いてってたの。チップだけ、なんていうの、そのバインダーに挟んで、ここに置いてある予感出して、いつも、Thank you って言って、言ってたんだけど、数十分前の自分を思い返したら、今日この後すぐフライトなわけですよ。で、ドル持ってても、当分ドル使うことないから、綺麗に使い切ろうと思って。わかる？海外初心者のもう、あるあるなのかな？そうでもないよね、多分ね。綺麗に使い切ったのわざとね。残ってても嫌だし、換金するのも嫌だったから、もうお土産とか買ったりなんかして、
もう本当無理やりきれいにもすっからかんに使ったのコインまで私天才じゃないとか言って旦那に言ってて、めっちゃきれいに使ったんだけど、旦那も私もねちょっと天然若干入ってて、あのすごいよねみたいな、あのちゃんと使ったよねよかったねみたいな感じでまあ普通に喜んでたんですよ、バカなんだけど。そしたらチップ代がないでしょ、だからフリーだからお金いらないってなんか勘違いしちゃったのかな、うん、日本人の癖で。で、まあ、でもチップはいるじゃんみたいな、やばいみたいな、10ドルもないし1ドル札もないし、ていうかそもそも札もコインもないんだけどみたいな、やばいどうしようと思って、さすがにチップ払わないのは、まあ、犯罪じゃないけど、犯罪じゃないよね、犯罪じゃないとはいえモラル的にやばいよね、マナー的にちょっとやばくないみたいになって、しかも最後の日みたいな、めっちゃお世話になったのにどうしようみたいな。でも持ってないものは持ってないし、もう ATM もねなかなかないんだよね意外とね。でどうしようと思って、とりあえず担当してくれ、テーブルを担当してくれたお姉さんめっちゃいい人で、めっちゃ若くて綺麗な女の人だったかなと思うんだけど、にを呼んで、チップをあなたに払いたいけど、あのカードで払っていいって聞いたの。もうそれがまずナンセンスなのかな、なんか分か、それ自体も分かんないんだけど、ほらそもそもだから普通お会計するから、そのお金持ってるに決まってんじゃん、だけどお会計をしないシステムでここ数日間利用してたわけだから、もうなんかわけ分かんなくなっちゃって、でカードで払っていいってその質問も多分なんかおかしいと思うんだけどね、もうね。でお姉さんもあーノー無理って、現金しか無理みたいな感じで言って、現金を使い果たしたって言ったのも恥ずかしいよね、今日日本に帰るから現金を使い果たしたってないのみたいな、お金がないの、カードしかないのみたいな言ったら、ああなんだそういうことノープロブレムみたいな感じで、全然大丈夫みたいな感じだったのよ。あれがさ、もしねアメリカ本土とかだったらどうなってるんだろうと思って、怒られるのかなとか、なんか超嫌そうな顔されると思うんだ、まあ場所によるとは思うけど、でも全然笑顔で、あなんだみたいな、大丈夫みたいな感じで、気にしないでねみたいな感じで言ってくれて、多分それハワイだからだと思うんだよね。もう本当に恥ずかしい、しかもこうめっちゃ若い10代とかさ、大学生のノリで行ってるとかだったらいいんだけど、まさかの新婚旅行で行ってさ、チップ払えませんでしたってちょっと情けないよね、ほんと恥ずかしいわ。なんかたまにねあのやっちゃうんだよね天然ボケをね、だから本当に皆さん気をつけてください。そんなことやる人いないと思うんだけど、ハワイでチップをあの払えないっていうことはあんまりないとは思うんだけど、本当なんかひょんなことでそういうことがあるから、本当にあの気をつけて、ちょっとこう自分の行動を一旦こう疑ってから行動するように海外ではしましょう。やっぱほら今さ海外なかなか行けないじゃん、まあ、行けるっちゃ行けるけど行くにはハードルが高いっていうことの方が多いでしょ、まだまだ。だから行けないってなったら、行けないって思えば思うほど行きたいになるんだよね人間って。私もそうで、行きたいになっちゃって、いっぱいなんか海外行った時とか旅行に行った時のなんかエピソードが出てきて、そういえばハワイでチップ払わなかったなっていうことを思い出したので共有しました。マジでこれはやっちゃダメなことなので、皆さんちゃんとチップは少なくてもいいからって言ったらあれだけど、まあ普通にそんなあの何見栄を張らなくていいけど、まあ、一般的な額は払いましょう。はい、ということで、もしあのちょっと面白かったら、はい、よかったらいいねボタンください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。